はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。パチンコ実況チャンネルへようこそ。パチプロライターのリュウです。さあ本日なんですが、CR、ライトロードを作ってきたので、ご紹介していこうと思ってます。診断でですね、まあ、ライトロードというギミックが、実装されておりまして、で、まあ、このギミック何するかっていうと、めっちゃ簡単でめっちゃポチ壊すっていう、まあ、そういうテーマなんですね。はい。で、新規モンスターいくつか追加されてるんですけども、まず、ライトロードアテナミネルバパイセン、このね人マジ強いんですよね。新規を召喚した場合にスライドしたライトロードのモンスターの数まで、デッキの上からライトロードを送ると、で同じ人が1体までっていうことなんですけども、まあ、ライトロードだけ使って新規を召喚すると、まあ、2枚墓地食わせますよ。で、2番は1回置いといて、で3番目自分の墓地からライトロードモンスターを4枚除外して、除外した数だけ自分のデッキの上からカード墓地を送ると、このね、1番と3番の効果でね、6枚墓地壊せるんですよね、実質。はい。で、まあ、この1番の効果で落としたライトロードモンスターで作って、ミネルバとか、まあ、もう一回、その、アムリテラとか作れば、まあ、さらにまた、ティアラメンズムーブに移行したりとか、セイントミネルバからの、まあ、ムーブに移行したりとかできるんで、なんかもう、ミネルバが成立するイコール、なんか、ありえない量の墓地が壊せるってことなんですよ。で、まあ、これを、まあ、やりたいから、まあ、今日は、ライトロードのギミック、の中で、まあ、強いところをちょっと、まあ、いくつか入れて、そして光の援軍をぶち込み、ライトロードとティアラメンツと、ホルスを、まあ、ぶっ込んだ、まあ、友情コンボデッキをご紹介していきたい。でね、手数結構出るんですよね。墓地壊すギミックがいっぱい入ってるから、まあ、ホルスでジアンデッドしたりとか、あと、ライトロードで、まあ、その先のミネルバしたりとか、ティアラメンチでティアラメンチしたりとか、これ全部が墓地壊すギミックに、加算されますんで、まあ、全部通ったらもうマジで宇宙が起きると。で、まあ、全部通んなかったとしても、誘発とか打たれても、まあ、ある程度貫通できるような、手数の多さにしています。まあ、だからこそなんですけど、手札誘発が入ってなくて、じゃあ、ね、なんでかっていうとね、落ちても弱いのね。うららとか増人とかって、落ちても弱いじゃないですか。落ちても弱いからって、あんまなんかさ、こういうデッキって土がいいんだよ、入れても。まあもちろん、こうすると、相手の先行を捉えた時のね、なんだろう、その止める手段が結構限られてくるから、まあ後手はほんと手数でゴリ押すしかないからさ、まあマジで引き絵になっちゃうんだけど、まあそれでも、まあ援軍とか、まあ参戦のゴーとかめっちゃ入れてて、こういうカードで、なんかその、芝刈りとかを持ってこれさえすれば、まあ一応後手もワンチャンあるかな、みたいな感じですね。まあちょっとね、やっぱね、相性は結構いろいろあって、その魔法トラップとか結構簡単に無効にしてくるような、なんか粛清みたいなデッキだとちょっと、まあきついかなっていう気はするんだけど、まあ、なんかユベールとか、なんかアポロウサぐらいだったらなんかワンチャンその参戦の際とかからまくっていったりとか、なんか一回殴ってから展開するとかそういうのできるんでね。なんで、まあワンチャンあるかな、みたいな感じですね。でもほんと G です。問題はほんと増殖する G。これがきつい。ティアラメンツだけだったら一応キトカロスストップとかあるんだけど、これこっち、ライトロード入ってっから、ライトロードホルスが。ライトロードとホルスで ギミック肥やし、墓地に肥やして、ライトロードからティアラメンツに繋げるみたいなギミックなんで、先にライトロードとかホルスしなきゃいけないことが多くてね。そうするとやっぱ G が重いんだね。まあ、そういう時はもうしょうがないから、なんかもう、ある程度の盤面作って返すようにしてますけども。はい。まあ、非常にね、落ちるカードによって展開が楽しいことになるんで、めちゃ楽しいです。まず、ぼっちこやし、好きな人はもうなんかぜひ握ってほしいね。はい、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。いや、かぶりすぎ。ホルツ君、ちょっときすぎだね。やっぱ3枚かな、斧しすぎは。なんか、ちょっとこれを見ると、うざ、マジでうざい、これ。これ、うざ、これ。マジ、何このハンド。ふざけてるでしょ、これ。しょうがない。これはね、まあ、一応こっちかな。で、まあ一応、なんかありそうなの反応したんで、これ、うららかな。まあ、うららん気がするね、これね。まあちょっと一回ね、ジアンデッドで踏みに行きましょう。もう、しょうがないんで、これは。ジアンデッドして、相手のうららちゃんを踏みに行かせてもろって、G がなきゃ、まあ結構やれるんで、G があるときが本当にやばいんだよね、このデッキ。マジで、本当。何も出さずエンズとかそういうレベルになる。あ、うららだね、多分これ。モンスター特殊召喚。あ、レスキューですか。なるほど、強っ。なんか、お、クソ強いよ。ちょ、うららもらっとくか。これは、あとで7出しゃ、重心キロができて、バラネスが出せるので、まあ、レベル30段はね、結構、ね、強いんですよ。で、ライトロード、ビーストウォルフさんと、
ライドのアーチャーフェリスさんを出して、でニビルはめっちゃ踏みます。こちらにこの動きはニビルめっちゃ踏むんだけど、まあここでニビル踏めるんだったら全然 OK みたいな話ある。あ、ウララね。ここでここでウララ、え、ここでウララなの、マジで。え、ジアンデッドにウララ打たない人いるんだ。へえ。結局さ、なんかさ、4枚持ち壊されるとさ、あのウララ絶対打たなきゃいけないタイミングが出てくるから、じゃあどうせジアンデッドじゃなくにウララ打つっていうパターンは結構あると思ってたんだけど、なんかわかんないけど、なんかこれだってほら2体モンスター生えちゃったよ。いいの？いいんだね。ティアラメンツ、なんだっけこれ、サリーク除外して、でティアラメンツクシャトリラゲームから除外する。はい、でインパルスパイセン出てくる。インパルスオッケー。でデッキから機械族レスケース出てくる。ファイヤーアタッカーかな、アタッカーね。これ2枚ドロー1枚してね。で俺は自分のデッキの上からカードを墓地送っていく。これあんま、あー強いね。ディアラメンツグリーフの効果でサリーク回収と、まあ、トラップカードはね積極的に除外していった方がいいって説明。はい、でだファイヤーアタッカー、ファイヤーアタッカー効果 OK。 よし、でちょっと1回バロネスしていいか。バロバロバロネスパイセン出します。レベル7の、ディアラメンツシャトリアにレベル3のウララをチューニング、新規の直感フレールドバロネスバゴーン。よし、なんかあると、何、なんだあれ、ファイアタッカーもう効果ねえよな。なんだエフェクトベーラーか、無限攻撃は打てないよな。ちょっと待って、何、いや何この反応、何このチェーン、ちょっと待って誰言って、うーキモ。いや止めるしかないよね、まあ、止めるしかない、止めるしかない。いやちょっとやばいってそれは。それはやってるよ、それはダメだよ。うっそ、お前絶対今のドローで引いたろそれ。くそ、つい、いやでも大丈夫、ま、諦めるな。まだ俺は召喚剣を使っていない。ちなみにまだ俺は召喚剣を使っておらず、そしてペルネンドがある、ワンチャンあるぞ。まだ全然全然諦めた、諦めるところではない、諦める時間帯ではない。さあペルネの発動してデッキからもちろんティアラメンツレイノハートを持ってくるぜ。よし、こっからレイノハート召喚できるぞ。こっから、いやこれでも、これでさ、こんだけさ相手にさ誘発打ったって、これでさ盤面作れたらかっこいいでしょな。だよな、俺もそう思う。あー、もう一個いっか、とりあえず一回キタちゃん出しに行きます。まあ G 引かれんかっただけいいか。なんか G の方が全然うっとうしかったからな。ニビル打ってバロネスからの G とかが一番やばかったから、まあこれはこれでいいや。で、ペルリーヌの効果起動します。これでガンマとか言わないでね。これで俺ガンマとか言われたら俺泣いちゃう、さすがに。で、俺全部効果使っちゃったっけ、わかんねえ。とりあえず、あのこれ使ったか、これさっき使ったな、使ってもうた気がするんだけど、まあいいか。ティアラメンツキシャトリア墓地送りました。で、ティアラメンツキトカロスちゃんが、5枚壊してもちろん落ちる、はい最強。これあれか、レベル4持ってきて4特殊したらやったよこれ。まあいいや、ちょっとさすがにね、これデーモンバイス君のね枠余ってないのよ今。デーモンバイス君ちょっとさすがにそんなに枠ないのよ。4持ってきて4特殊してか、あれかランク4のやつか。散々誘発打たしたからエースモンスター行くわ。さあレベル4のライトロードビーストウルフにライトロードアーチャーフェリスをチューニング。うお、ライトロードアテラルミミネルバさんパイス、ルミミミネルバ特殊召喚効果発動。特殊召喚効果発動。はい、でデーモンとドラグーンの効果を発動し、これは何でもいいね。こうだね。で、こうだね。さらに、こうだね。よし、いいよ。非常にいい。ディモールト。でだね。まあ、一回、ライトロードアテラミネリバさんの効果発動して、で、ライトロードを4種類、ちゃうやつを除外して、で、これで墓地を送っていく。さらに、あんま強くなかった、今のは。で、ジアンデッド使ってもうたからここで出しても意味がない。どうすっかな、これ一回ドローしに行くかミネルバ行くか。まあミネルバの方が強いか。ミネルバの方が3枚、2枚ドロー1枚壊しより3枚墓地壊しの方が強いって説ある。いけ、ライトのセイントミネルバの効果発動。
よっ、どりゃー、はい最強、はい最強はい最強さあトリビカリバの効果を発動して、あーさすがにクライムなのかな、これちょっとわかりません。まあ一応クライム打てますしね。でこれでホルス爆弾させて、これ使わないといけないか。え、あれです、ウーサってさトークン使えないんだよな確か。だからちょっと待って、ティアラメンズネームは残しとかないといけないから、こうしてでこうしてでこれでこうすればいいのか。こうだな、こことこことここか。あ、やべ、ミスった。これクライム使えんやん。やべ、あ、時間ね、時間、違う違う、やべやべやべ、ミスった。やべ、なんで俺特殊化した。いや、まあ強いだろ十分やべ、ちょっと待って、クライムのコストが上がった。最悪、ちょっと待って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 、俺騒ぎじゃない、パニッシュメント返ってきて、かかり道を。いやでもまあまあ、なんとかなるだろ多分。ごめん、ちょっとあのガバガバだけど許して、ガバガバガバだけど許して。クライムあるから多分なんか絶対何でも無効できると思ってたんだけど、なんかクライムがなかった、コストがなかった。クライムはちなみにモンスターコストがないと無効にできない。もう黙れ、ちょっとポップルさん黙れ、絶対にあいつは通すわけにはいかない。いや、これで参戦って言われてもクライムって言わなかったのに、ちくしょう、やばいな、マジで。これちょっとワンチャンやばいぞ、負けられるか、ワンチャン。いや、でもこれ、それもサリークがあるからいけるか。アポロウーサーいたとしてもサリークがあるからなんとかなる。で、まあ、サクリファイスアニマはどうでもいい。これは、ウグサでもサリークでもどっちでもいけるので。なるほど、龍一ですね。なるほど、龍一ですね。まあ、置くのはいいでしょう。置くのはいい。で、アニマですよね。まあちょっと一回ちょっと妨害足りないか分かんないから、サリークから打っていい。でサリークから打って、でちょっとこのティアラメンツクシャトリラ君が墓地送られた時の2枚墓地壊しっていうのが超超少ない墓地壊しで、なんかワンチャンなんか奇跡が起きることを祈って、融合できろ、融合できろ、融合できろ。無理かまあさすがにな。いや、おいしさん黙れ、通すわけなかろうか。やばい、これ待って、これ普通にさリトルナイトって言われます。まあ言われてもいいか別に。あー、バトル、やべ、ちょっとマジでさ妨害、あの普通に殴ってきてくれるんだね。普通に殴ってきてくれるんだったら、まあケルドーでいいか。ケルドーでティアラメンツ戻して、やばい、ちょっと本当にマジやれることが多すぎて逆にちょっとむずすぎませんかね、このデッキ。でもこれ逆にさ、デッキが強い証明になるでしょ、これ。これ、あ、まあもちろんこれペルネーノで破壊するんだけど、でここで、まあ、普通にその、まあ、レスキューエース、なんかタービランスって言われても大丈夫だし、おー、オッケー、来た。いや、テクダイヤーズ死ぬほど投げられて、貫通して、ガバガバでも勝てるの強いでしょ。なるほどね。まあ悪くはなさそうなハンドしてっけど、ちょっとライトロード一枚引きたいなって感じするな、これ。あ、粛清パイセンですか、わかりました。いや、粛清ちょっと相性悪いそうですね。ちなみにあのね、ティアラメンツっていうデッキは基本的にはやっぱり、まあ魔法カード、ティアラメンツが、まあ、ホルス、ティアラメンツ、ライトロードか、なんか魔法カードの効果を結構やっぱバンバンバンって使っていくと、まあ後手まくれるんですけど、やっぱ何でも向こうと魔法カード向こうが割と立ちやすいんですよね、粛清って。このローガーディアンと、あとあれです、ペンデラムグラフ、それがねきついのと、あと普通にアナコンダ入ってる方だと、もう上限で積むっていういうのもあって、普通にきついっす結構。はい、まあちょっと頑張っていきますよ。いや、手札誘発あんのかな、なんか割と控えめな展開で帰ってきたな、割と控えめな展開で帰ってきた、なんかいけそうな気がする、なんだかいけそうな気がする。ライトロードしてあったけど、大嵐あると思います。これちょっと一回ノーシで大嵐打っていい一旦ノーラシュ、ノーラじゃねえや、大嵐打っていい一旦。あ、オッケー、来たぞ。これローガーディアン使ってくれたのでかすぎて、草マジローガーディアン使ってくれたのでけえ、さすがにでけえ。待って、じゃあね、
まあ、3つの戦の才能をちょっと発揮するか。まあ、ドローだよな、これ、多分。もう相手パクってもあんま意味ないから。ドローして、で、まあ、あれ、罠カードかなんかあんじゃねえの、あれ、なんか破壊するやつ。なんだっけ、名前。忘れたわ。ティアラメンツからいきますか。ティアラメンツスクリームの、効果を起動しまして、ティアラメンツシェイレーンさんの効果を起動したいんですけど、まあ、なんもないと。でとりあえず、ティアラメンツシェイレーンさんで、まあ、意味わかんないカードを墓地を送り、でティアラメンツスクリームの効果を起動していく。はい、打点が下がる。ですね、サリークの方が通したいですね。サリーク効果、ドラグオムライトロード効果、ジャッジメントですの過去入ってない、パニッシュメントですのを持ってきて、サリーク効果、ティアラメンツネームサーチ、まあ、これは、レイノハートでいいかな。ティアラメンツキトカロスなんか生きてるね、まだ全然。なんか全然生きてるからいけそう。で、あれ多分トラップからだと思うんですけど、王の棺の効果を発動してもいいですか。いいですか。いいですね。いい、いけますね。いけますね。これ来ましたよ。これいいですね。これドゥアムパイセン、これいけますよ。これドゥアムパイセン、これ相手こうナメプですよ。あれ破壊者で出てきますよ。これもう落ちてるんでね。もう落ちてるんで出てきます。はい、当たり前に。よし、通った。熱い。これは無償でジアンレットバンパイアいけそうだ。無償降臨いける。いや、これまあ言っても意味ないから、レベル8のモンスター2体って言った方が良くて、新血王を出しに行きます。ジアンレットバンパイア、うわ爆弾、うわお互いのカード、うわよし、そうだよな。まあまあそれは打ってくるよな。で効果使って破壊してきていただけるよな、多分。シェイレーン破壊していいぞ。なりオッケー、全然オッケー。でライトロードデーモンブアイスの効果を発動させて、ライトロードビーストウォルフをデッキトップに送って特殊召喚。そしてデッキトップに送って、これ一育成よな、これこれ一育成よな。そしてレベル4のライトロードビーストウォルフにレベル4のライトロードデーモンブアイスをチューニング。うわー、新規の召喚ライトロードアテナミネルバ効果発動。ライトロードモンスターの数だけ素材にした自分のデッキからライトロードを墓地に送ることができる。うおー、さらにライトロードアーチャーフェリスとライトロードデーモンブワイスの効果を発動。デーモンブワイスによってライトロードビーストウォルフを特殊、あ、これあれだったな、ごめん、ちょ、チビドラグノーだったわ。で、特殊召喚、さらにさあこっから激ヤバムーブ入るんですけど、こっからビサスアムリターラ出せちゃうっていうね、これやばいですね、これ。はい、普通に考えて、ビサスアムリターラ出しに行く。でビサスアムリターラの効果を発動していく。これさあ、これ天才ムーブ思いついたわ。これさ、これトリビから持ってくんじゃん。これ来たわ、これやばい。ちょっと天才ムーブすぎる、これあまりにも強い。でこうして、で送りつつ、なんとトリビカルマの効果が強、これこれ強ない、激ヤバムーブじゃんこれ。でこうするっしょ。異世界ペリレイノを発動し、シェイ使ってんだよな。だからこれティアラメンツクシャトリラ持ってきて、でティアラメンツクシャトリラの効果起動する。で特殊でトラップは、除外しといて OK で、グリーフが落ちるかもしれないからね。でティアラメンツクシャトリラの効果発動してる、自分墓地を送る。あー OK で、スクリーム効果発動する。メタノイズ持ってくる。で自分の墓地のデストルドを効果、レベル4対象に取ってレベル3で特殊。でバロネス強、マジやば、このデッキいかれとる。ちょっと祈りだりーな、祈りだりっていう説は結構ある。はい、でバロネスパイセン出す。でバロネスパイセンでちょっと一回対象に取れないのを爆破して、ほんでレイの召喚効果発動ここで初めて召喚機使ってる、ヤバこの機で、ティアラメンツハウフニスの効果を起動を、でキトカロス出す。シェイエもいらないんだっけ、あれどっち使ったのっけ、俺ちょっと待って、どっち使ったか忘れた。ハウフニスかこれ、シェイかどっちだわからん。俺は今どっちを使った。でペルレイノの効果起動するか、どうするか、おまけで発動していく。でこのバカを爆破して、
あれだよな、祈りの効果でローガーディアンばっか、あ、サウラビスかこれ、あ、サウラビスさんとか、祈りの効果でなんかそのなんかあれだね、儀式離れると儀式出すみたいな、なんかよくわかんない効果あったね、まあ、それ無効にすればいいか、あれで何だっけ名前忘れた、ビサススタフィオスト効果、え、これなんだっけ、これ自分のメインフェイクはどうする、あ、え、やべえ、なんか意味反応した、なこれあ、なこれなこれなこれ、あ、墓地に送ることできるんですか、なるほどなるほど、やばい、ちょっとわからない、これ何何これ 何これ今の効果あんま分かってないです。で、ティアラメンツキトカロスの効果発動する。で、これでティアラメンツキシャトリア出す。で、キトカロス効果発動する。で、5枚墓地暮らす。あ、最強すぎる。で、シーレーン効果発動する。はい。で、これこうしまして、これと、これと、これ。来たよ、これ。いいよ。で、これでカレー移動。おい。来たこれ。タイコちゃん出して。で、タイコちゃんの効果発動。帰れ、おかわり願って、で、これで祈りの効果で、で、これが出てきて、で、フルールドバロネスの効果を起動し、それの効果を無効にして、それで何も、あー、やっば余計なことした何も光ってねえからめっちゃライブしてた、やべえ、ガンマめっちゃ踏んだ、バカすぎる、バカすぎる、バカすぎる、めっちゃガンマ踏んだ、やばい、普通に殴ればよかった、なんかめっちゃ気持ちよくなってめっちゃ抱き寄せて殴ろうと思ってたら、やべえ、全然バカみたいなことした、ごめんなさい、すいませんでした、なんかありますこれ、なんでしたっけこれ、なんの効果これ、え、ちょ、マジでバカしちゃって、バカしちゃって、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、あ、サグラミスも出てくるの、やばいって、ちょっと、あ、やばい、もう叫べば、やばい、意味わかんないことした、やばいことが起きてる、本当にごめんなさい、ちょっと調子乗ったって、ごめんって、ごめんって、祈りは確か4100、戦闘で破壊したらなんか効果発動しないから、普通に殴ればよかったんだな、これつまり、ごめんなさい本当に皆さん、こういうことはないようにしてください皆さんはね、はい、でも大丈夫です、任してください、まだ僕のターン終わってないんで、ライトロードアテラミネルバさんの効果まだ使ってないので、まだ僕のターンも終わってないですよ、まだ俺のターンは終了しないでって話ですよ、任してくださいよ。ほんで、ですね、やばい、残り時間30秒しかないですね。ですね、まあ、そしてビシャス・アストラウド・パイセンを出しに行きまして、はい。で、これで、ビシャス・アストラウドさん出して、で、ビシャス・アストラウド・パイセンの効果を発動したいんだけど、あ、これ、特殊召喚あれか、チェーンに飲んでやつか。あ、で、サウラビス、あー、オッケーオッケーオッケー。あ、全然いい。特殊召喚。オッケー。バトル。なんか本当に雑にプレイしてもなんか勝てるんで、逆に言うとさ、そういうデッキってさ強いってことじゃんでしょ、俺みたいなバカが操作してもなんか適当にやったら勝てるから、ライトローっていうギミックは神ってことなんよ、つまり、うわ、出た光のウィッグだ、まずいライトロード未来だと、ドラッグオブライト何で、熱いな、でもライトロード未来あっち、ドラッグオブライトロードきた、熱い、ドラッグオブライトロード最強は、いいですね、ライトロードミラーはなかなか、まあ、ちょっと、ま、マジで、まあ、これ先行系ですけどね基本的に先行系なんですけど、まあ、ちょっと楽しそうなんで見ますか、いや、これジアンデッドしていただいたってことは、これ僕の効果も全部通りますよ、これ来ましたね、やばい、やっちゃったんじゃないですかこれ、あなた、僕のライトロードティアラメンツのデッキもジアンデッド君のおかげで回り出しましたよこれワンチャン、これさ、ティアラメンツクシャトリアで融合できないかな、これ2枚しか持ち込めないからちょっとね、当たる確率はまあまあ低いんだけど、ただこれシェイレーン引いてんだ、ハウフにすっかシェイレーンか落ちれば一応融合はできるからの、ルルカロスとかはできるんで、全然いけ、あー無理だったわ、ごめんなさい、すいませんでした、すいませんでした、まあ、一応これでデッキから墓地の送って、なんだっけ、フェリスを出しておくぐらいはできますね、はい、でこれ次のターンの準備までいきました、一応、何これ、なんか封印されしパーツ入ってるけど、どういうデッキ、おい、なんか不穏な空気感じるんだけど、これなんかリンクしようとしない、なんか結構、うわ、出た
やばい、そういうこと。ちょっとやばいやばいやばい。それで、ね、それはやばい、それはやばい、それはやばい。ちょっと待って。うわ。でまあでも大丈夫、大丈夫ですよ皆さん、安心してください、安心してください。ファイヤーボールドラゴンっていうのは名称して単一だし、フィールド上と表側と存在する限り一応だけっていう効果なので、今この状態のファイヤーボールは今効果使えないんですよ、もうね、そういうことなんですよ。あ、なんかジーランティスが出てきて、なんかあれだな、名称が違うファイヤーボールドラゴンだったな、これ実質。あれ、これさっきのファイヤーボールドラゴンじゃないの？え、コナミ君なんかこれさっきのファイヤーボールドラゴンと違うの？コナミ君これ、え、コナミ君どういうこと？え、なんかコナミ君がこれなんかさっきのファイヤーボールドラゴンとは別名だから、なんか墓地からカード回収できるよって言ってるんだけど、そんなことおかしいよね。だってどう考えたって今除外されただけで同じファイヤーボールドラゴンだよね。おかしいよね、おかしいよね。ちょっと待って、待ってよ、待てって、ダゴのデッキ俺もやろうと思ってたのに、チキショ、これパクられた、パクられました、パクられました、訴えます。